限5時の校庭ボールの影も長いそんな無口でいないで松永智美さんですね。はい、あの何か。カナリア女学院の武田と言います。え、カナリアって優勝候補ナンバーワンの？松永智美さん、あなたをスカウトしたいと思っています。先輩の差し入れ作ってるのよ。先輩のために心を込めて焼きました。可愛いクッキーだね。まるで君みたいだ。そんな本当のこと言っちゃいやん。最高だよこれ。本当？素敵なお嫁さんになれるよ。なんちゃってうわ、こりゃ拷問だな。先輩なんか言った？別に。そういえばともみ、試合は？ねえ聞いて、私スカウトされちゃった。え、何の？何って、だからバレーよ。バレーでスカウトされたの。ねえ、ともみがスカウト？そうなのよ、見初められたのよ。一回戦からずっと見てたんだって、スカウトの人。本当か？すっげえな。でしょ？彼女よ彼女。あそこはバレーするのに最高の学校なんだから。学費免除に成績不問。本当バレーだけしてればいいのね。そうなのよ、驚いちゃった。そっか、すごいじゃない。この辺りじゃ一番の名門よね、彼女のバレー部って。で、行くの？ともみ。やだ、そんな気ないわよ。そうよね、ともみは誰かさんと別れたくないもんね。そうなんじゃ。運動神経だけのともみがやっと認められたのにね。だけはひどいわよ、だけは。だってそうだもん。よし、できた。うん、かわいい。
喜んでくれるよね。それ生焼けだったよ、みかげ。ともみ、どうして早く言ってくれなかったのよ。もう。昨日試合見たわよ。ああ、次の試合も頑張るよな。ありがとう。おはよう、ともみ、みかげ。おはよう。怪我どう？順調順調、もうすぐこれも取れるわ。それよりともみ、おめでとう、彼女にスカウトされたんだって。え、それどうして？言葉例に関して私に隠し事はできないわよ。なんて監督に聞いちゃったんだ。私嬉しくってみんなに電話しまくっちゃった。私別に行くつもりは。おはよう。将来のオリンピック選手の登場です。さあさあ、ともみちゃん、こちらへ。ちょっと。さあ皆さん、ただいまより松永ともみ独占インタビューを行います。やれー。はい、皆さんご静粛に。いかがですか今のご気分は。彼女といえばインターハイの常連ですし、全国的にもその名を轟かせていますが、抱負を一言。え、私まだ決めたわけじゃ。おー、控えめな発言。これは余裕でしょうか。さすが未来のスーパースター。でもすごい人気ね。さすが話題の人だわね。なんか部員のみんなに悪いみたい。何言ってんのよ。バレー部一同心から喜んでるわよ。それにね、いい発奮材料にもなってるんだ。りょうこ。おい松永。はい。武田さん。松永、いいか、よくお話を伺うんだぞ。はい。お忙しいところありがとうございました。いえいえ、それでは私はこれで。急に押しかけてすみませんね。いや、気が空いちゃって。はあ。で、どうでしょう、一晩考えていただけましたか。私なんかでいいんですか。もっと他に上手い人がいっぱい。あなただから欲しいんです、松永さん。え、確かに現時点ではあなたより上手い選手はたくさんいます。しかし僕はあなたの可能性を信じてます。可能性ですか。うちに来てください。世界に通じる選手にしてみせます。必ず。どうしよう。なんだそのことか。すごいよな、一気に有名人だもんな。俺もうかうかしてられんな。あのねともみの運動神経の良さは知ってたけどな。そうじゃなくて。こうなったら本気でバレエやってみるのもいいかもな。え、おい野田、デートなら部活が終わってからにしろよ。そんなんじゃねえよ。じゃあな、ともみ、頑張れよ。よし、今度は負けないからな。なんのなんの、返り討ちにしてくれる。言ったな、ともみちゃんの前だからって。野田くん。
お待たせ。ああ、サンキュー。しかしともみちゃんってほんとすごいよな。そうだよな、俺たちも頑張らないとな。野田、あんたこんなところでボケっとしてていいの？あ、何のことだ？カナリア女学院に挨拶に行っちゃったわよ、ともみ。え？こと？いきなり決めちゃうなんて。だって設備は整ってるし待遇はいいし。本気なの？もちろん本気よ。武田さんは私の可能性にかけてみたいって言ってくれてるし、正式な手続きは決勝の後ってことなんだけど、なるべく早くこっちへ来るわ。ちょっと本当にそれでいいの？野田とは相談したの？野田くんなんか関係ないわ。もう決めたの。ともみ！もうせっかく綺麗になったのに。これ懐かしい、中学の時の制服。見かけ、ともみ、ともみ、どうしたの？お願い、私とともみの学校取り替えて。どうして？体育祭。え？リレーの選手になっちゃったのよ、私。見かけが？だからお願い、一生のお願い、私と入れ替わってリレーに出て。ぴったり、さすが双子ね。やっぱりやめようよ。何言ってんのよ、ともみ。だって大丈夫、悪っ子ないって。でもそりゃ私だって無茶なこと頼んでるのはよくわかってるわよ。いい加減。でもね、プラス対抗リレーにはあの野田も出るのよ。野田？みかげ、わかったわよ。本当？うん。やったー、みかげ。じゃーん。うん。わあ、そっくり。どっから見ても私だわ。本当用意がいいのね。覚えといてね、私の学校の人。野田優也。このバカ、応援団長になったもんだからって異常に張り切ってんのよね。あー、ムカつく。結構まともそうだけど。こいつとは口聞かなくていいからね。鬼よ、悪魔よ、私の天敵。やだ、驚愕って男の子ばっか、怖い。おはよう、松永さん。おはよう。バレなかった。はぁ、あ、おい、行け、よし、来た。はい、プレッシャー。オッケー。すごい、男子のバスケットなんて初めて。スピードが全然違う。あの人うまい。ジャンプも足も一番だし、ボールが手に吸い付いてるみたい。それになんて楽しそうなの。やったー！やりー！
あの人が野田優也。ねえ、みかげ、これどうやって解くの？これはね、こうしてこうやって。すごい、さすが天才少女。じゃあこれは？まったく、ともみらしくないわよ、急にガリ弁になっちゃって。だって絶対 R 大付属に入るんだもん。野田くんと同じ学校に行きたいんだもん。えー、野田？あ、もう勝手に人の心読まないでよ。しました。ともみ、あ、りょうこ、いよいよね。うん、ともみがいなくなるのはちょっと寂しいけど、向こうに行っても友達でいてね。当たり前じゃない。じゃあね。じゃあ。すごいじゃないか、ともみくんが彼女にスカウト。ええ。どうかしたの？ともみ、転校なんかしないって言ってたんです。それなのに急に決めちゃって。野田となんかあったみたい。あいつも言葉の足りないやつだからな。本当にいいの？だってしょうがないじゃない。もうすっかり手続き済ませちゃったし。やり残したことが一つあるよ。え？野田に会ってきな。ここだったよな、合格発表の場所。え？あったあったよ、ほらあそこ。やったね、ともみ。やったな。4月から同じ学校だな。するのか？え？だって野田くんも賛成してくれたでしょ？俺は一度も行けなんて言ってないぞ。だって本気でバレエやれって。バカ！バレエはここでだって本気でやれるだろう。いいの。ともみ。野田くん。え？私やっぱ今の学校が好き。
のやつ何張り切ってんだか。少年野球チームの代理監督なんだって。しゃあない、手伝ってやるか。新しい超能力で。次回ミラクルガールズ、野球でミラクル、あなたにもミラクルあげたい。